もうすべてめくるってこと。嘘を。うん。いや、つつもたせとかのね、あの、実はね、クルの家にいるときに旦那も一緒に見ててとかいう発言もしてるんだよ。ずっと見てる人はわかると思うけど。いや、だから、なんか旦那のグルの可能性出てきたんだよ。で、あの、昨日俺が、これ、何時 ?3 時50分。俺がちょっとめくってさ、ユーロの枠でやってるときに、こうやって来ましたよ。寄ってたかって一人の人をいじめるのは楽しいですか？それであなたは幸せですか？でも今回の件で完全に私のあなたに対しての気持ちが吹っ切れたので逆に感謝しています。ありがとうございます。もう二度と会うこともないと思いますのでさよなら、という感じで来てて、あの、自分が嘘をついてるに関わらず、自業自得なのに関わらず、なんかいじめられてるという被害妄想に駆られてるんで、はい。で、まあこのようにずっと来てると。こうやってね。最後に電話してから、こう来て。こう来てると。うん。で、今度はもう開き直りましたよ。酔ってたかって。一応全部証拠残してるんで。ということですね。ちなみにあのマルコさんに LINE しといたら、マルコさんもいい感じに怒ってたから、うん、まああらゆる分野からね、あのミサミサ包囲網ができちゃってるんで、うん、ミサミサ包囲網が、あまりね、あの配信者を舐めているとね、配信始めて1ヶ月で、あのね、擁護する人いないからね。俺を叩きたい人はいっぱいいるけど、ミサミサちゃん擁護する人はいないですよ。あ、カクテルあります。カクテル、うん、だからまあ騙されないようにね。今あのなんか離婚してるとかって放送してるから、あのなんか男性リスナーさんがね、なんかその下心でさ応援するのを間違ってるんで、いいですか、はい、それはねちょっと周知しないと。いないね、まだいるんじゃない、ちょこっとは。なんかアイテムとかちょこちょこ飛んでるし、いるんじゃないですか。俺がね、あのここまで怒るのってね、なかなかないよ。あんま怒んないからね、基本的に。うん、人になんか執着ってあんま好きじゃないからさ、粘着するのって、あまりにもちょっとひどいから。これはね、あとうちのリスナーさんも怒ってますから、ちょっとふわっち全体で怒ってますんで。で、最近ちょっともうチックも出てきちゃって、なんかこの前なんか録画見返したら、こう目をチックしたり、なんか最近チック出てない、もうストレス溜まっちゃってね。うん、で、あ、カクテルあります。皆さんね、ナイスもよかったら押してください。押してくれないですか。で、ちょっといい話もあるんですよ、実は。はい、まあミサミサちゃんの話はまあこれぐらいで。うん、伝わりました？皆さん。伝わってないなら話すけど、伝わればいいんだけど。うん、いい話がちょっとありまして、聞きますか皆さん。あ、カクテルです。いい話で、これはちょっとみんなの意見も参考にして、慎重に、進めないといけない、まあ、企画というか、ことなんだけど。あ、ナイスして、ありがとうね。ありがとう。ニコあります。LINE ブロック解除してほしい人は、クルの家にいるときに、クルに、
全部ブロックされたんで、 DM であの QR 送ってください。あの女性リスナーさんみんなブロックされたんで、あの昔から僕の LINE 追加してる人は。これ何の音なの、これトイレの音かな。でこれはちょっとねみんなの意見聞きたいんだけど、ちょっとねこのタイミングで本日15時より女性配信者プロデュース企画をちょっとやろうと思っています。拍手。あの第二のみさみさちゃんをね作ろうかなっていう、あ第二のみさみさちゃんみたいにならないようにちょっとあ5個あります。はい。で、あのみさみさちゃんを育てちゃったからあれなんだけど、どうでしょうか。まあ、誰かっていうのは、まあ、今日あの発表するんだけど、やめた方が、一応あのプロデューサー業もやってるんでね、はい、どうやら配信を頑張りたいっていう女性がちょっといるんで、はい、今はやめた方がいい？いや、そうじゃなくて、まあ顔出しはもちろんさせるし、まあ嘘はつかせないように、まあ慎重にね、まあすでに配信者ですよ。あの目が出ない配信者です。目が出てない配信者さんなんで、まあ僕がちょっときっかけをねあれしようかなっていう、うん、キャンプ行く人じゃない。多分閲覧10ぐらいだと思うけど、あ、5個あります。ありがとうございます。5個。いや台本とかないけど、うん、おはよう。うん、いやタイプとかじゃないけど、やっぱなんか気持ちが伝わったから、まああとね、まあ暇だしと思って。あ、比べられちゃうから、ちょっと本人に電話してみるか。あ、頑張ってください、ありがとうございます。ちょ、電話してみる。でちょっと判断しようか、プロデュース第2弾。別にまあ滑ってもいいんだけど、僕ちんの QR を送っちょ、電話するわ、うん、でもどうだろうね。一つあるのは、最近一人で頑張ってんのにさ、なんか女と絡んだりしてナイスがもらえなくなっちゃったらどうしようっていうのがちょっと懸念材料ですけど、はい、最近なんか一人でいろんなやつ戦ってるのがちょっと俺の良さでもあったじゃん。どうですか皆さん、うん、台本なんか一切してないんでね、やめてくださいねそういうのは、うん、だからこんなに今 LINE 聞いてるんだし。あ、男にすればいいのに。男性配信者、うん、おはよう。やりたい、ほんなそうなん、やりたいとかそういうのじゃないよ。うん、なんかだってそういう風にね、そういう下心はないですよさすがに。はい、カクテルあります。カクテル。プリンちゃんじゃないよ。プリンちゃんはもう怖がってるから。うん。下心はありません。はっきり言って。はい。一応まあ、
口説き文句はなんか配信頑張りたいって言われたら、じゃあ俺と付き合えばって、大抵それで付き合ってるから、うん、それで落ちるんだよ不思議と。配信頑張りたい女って、あ、じゃあ付き合いますってなる。不思議だよね、なんでだろうね。え、キモいとか手っ取り早いじゃん、手っ取り早くない？俺と付き合ったらそれなりには有名になるじゃん、それなりにはね、フワッチだったら、うん、ちょっと、まあ、そのミサミさんも同じやり方なんだよ、うん、まあブーちゃんもね似たようなもんでしょ。じゃあお願いします。あ、ありがとうございます。よかったら、あ、じゃあお願いしますって、候補者ですこの方は。あ、今投げてる人は新しい候補者ですか。よかったらね、じゃあ DM ください。あとティアラちゃん、あのもう一回 DM で LINE 送ってよ。もう全ブロックされてるからさ、あのステッカーあげる約束してたじゃん。今アイテム投げてくれてる人は立候補なんです。いいですよ、うん、今見たら配信者の人だったから、うん、いやもうモテないですけど、久しぶりだからね、最近何もなかったから、うん、いやそんな殺到しないよさすがに。まあただね、そう、何でも野鳥とかっていうのはそのなんかそういうお金もらうじゃん、俺無償だからなと思って、そ、自分にメリットがあるのかなとは思うけど、うん、俺にあるメリットってあのそういうこと、何のメリットがあるんだろう、メリットってあるのかな、うん、俺のメリットって一つしかなくない、そう、やれるつうか、あ、股間のメリット、それもちょっとね確認しないとね、うん、やっぱり。じゃあ下水、あ、北海道と厳しいっすね。とりあえずあの仲良くしましょうかね、仲良くね。もう急にね、北海道来れますかってね、あのじゃあ北海道行くわっつってね、あの会って5分で合体してもおかしな話になるんで、俺が心配なのはリスナーさんが離れること、またそうやってしょうもないね女芸して、うん、今大事な時期なんで、それが心配、うん、アンケート取ってみる。じゃあ第2弾プロデュース企画、賛成ははいで、反対いいえで、ジャッジメントだ。ちょっとジャッジメントしてみるわ。あとちょっと電話しないと、そのことね。うん、離れないようにしないとさ、うん、あ、好きに配信するのがゼロは、まあ確かにね、うん、まあでもできればメリットがある方がいいけど、うん、だからあの第2弾をプロデュースしてちょっとミサミサの話題性を減らすっていうのもありだよね、うん、もう一人できたら話題がそっちに行くじゃん、で自然とミサミサの話題が減ればさ、うん、どんどん飽きられてくるんじゃないかなっていう、まあ狙いもありますね、うん、で竹内はもう育てたというか俺と関わって、まあなんつうのかな、コラボってね、やっぱこうやって一緒にいて配信してるじゃん、それをね見て感じたりとか学んだりとかするもんだから、あー、ごこれやす、皆さんよかったらね、ちょっと2位が迫ってきてるんでお願いします。あとナイスも。うん。
コラボするだけで、ね、すごいね勉強になる。いろんな人とねコラボすると、その有名じゃないとか、有名な人だから、ああこういうやり方もあるんだとか、あの有名じゃない人だったら、ああ俺だったらこうするのになとか、そうやってね考えれるんで、あカクテルありがとうございます。